こんな感じとこんな感じみたいなその希望があってこういう雰囲気にしたいけど、ただただその自分たちではそれが何をどうしていいかがわからないから、そうです、本当そうでした、はい、っていう感じだったと思うんです。そうでした、そうでした。なんかまあ結構希望ははっきりしてた感じだったと思うんですよ。思ってる以上に多分そう伝わったのか、なんかそうやってこう気持ちをこうそっと組んでもらいやすかったですね。そう考えたら、その自分たちのイメージがこうです、ああですっていうのはうまく言えないところを、多分古川さんがじゃあこれにはこうだよとかで押し付ける感じでもなくて、なんかその説明にすごく合点が一つずつこう確かにしていったのはすごい覚えてますね。うん、1回目でグイグイとかとにかく入れりゃいいんだとかじゃなくって、ちゃんとその人の部屋にあったものとその人のそのイメージするものをすごいすごい考え方なんだなと思います。